どうもエルザレットです。今回はナメロウ金属のバンカラマッチルール別マップ調査となります。この動画ではマップから読み取れる情報や実際のバンカラマッチを経験して感じたことをもとにまとめています。マップの構造や動きがわからない人向けとなっています。少しでもバンカラマッチを楽しく攻略してもらえればと思いますので、一つの情報として見ていただきますと嬉しいです。チャンネルを応援してくれる方はチャンネル登録と高評価もぜひよろしくお願いいたします。それでは早速いきましょう。エリアを中心に高台が用意されており、上と正面から攻撃されやすいマップとなっています。上と下でバトルが起きやすいマップなので敵の把握が難しいように感じます。まずは前線ポイントからです。一番狙いやすい前線位置ではあるんですが、まあ、通り切るまで、時間がかかりやすいところが一つの特徴ですね。壁も少ないので一時的に攻めるポイントとして置いた方がいいかもしれないです。左の金網を通って侵入は可能となってます。ただしここまで攻めたとしても対面でのご利用しができないと難しい場所なので、スペシャルなどを使って時間稼ぎ程度にしておいた方がいいと思います。ここで一気に何人を攻め入って一気にダウンしてしまうとカウントを取られる可能性がありますからね。そこだけ注意です。次は守りのポイントです。自陣より高台が基本的な防衛ラインになりそうです。見晴らしがいいので安易に攻めてきた相手に対して圧をかけていきましょう。ただスペで予測打ちをされやすいので安心しすぎるのは禁物です。最後に塗りポイントです。エリア周りで攻められるポイントが多いので立体的に塗るのが良さそうです。下だけだと上から的になりやすいので移動しやすいように壁も塗って上の制圧に向かうのがいいかと思います。エリアはマップ自体が立体的で下の制圧だけでなく上の制圧も必要に感じます。そのため見るポイントが多くなりますが、敵の侵入口をしっかり把握すれば抑えるポイントも見やすいのではと思います。ヤグラルートが敵の高台の近くを通っていくのである程度の殲滅が必要そうです。スペシャルで邪魔しながらカウントを進めるかがポイントになりそうですね。それではまず前線ポイントからです。第1第2の関門を通る際に敵の防衛位置となるのでなるべく制圧しておきたいところです。ただ侵入が第1関門から飛び乗る必要があるためスペアボムで倒してから侵入するのが良さそうです。ゴールを目指すのであればこちらも押さえておきたい場所です。逃げから攻めるのもありなんですが、敵の状況次第では左から挟み撃ちにするのも良さそうです。ここまで制圧できればカウントは稼げそうなのでダメ押しで狙っていくのもいいかと思います。次は守りのポイントです。正面から関門を守れそうなんですが、矢倉で高さが上がるので横も活用してしっかり落としていきたいところです。第一関門から近い割にカウントが進むのでボムやスペで対策をしっかりしていきましょう。最後に塗りポイントです。中央の配置が変わっているため高台から敵陣へ塗りの制圧をするとポジションが取りづらくなります。なるべく塗りの制圧しながら矢倉に乗ってスペシャルを貯めていきたいところです。矢倉に関しては矢倉が進むほど上からの圧が強くなってきているのでなるべくこちらも抑える必要が出てきます。攻めに攻めてポイントが稼げた後はじっくり防衛しながら相手を複数体倒すまでは粘っても良さそうなところは気はします。ガチホコは関門までの距離が近いため初動で落ちてしまうと一気に不利になりやすいマップに感じます。特に正面はホコ台から金網に飛べ30まで稼げるのでなるべくデスは抑えたいところですね。まずはホコショットポイントから見ていきます。関門を突破するなら襲えておきたいポイントですね。ホコショットで高台制圧もできるので壁裏のクリアリングをしながらルートを抑えていくといいかと思います。敵の最終防衛ラインになるのでホコショットを打って引かせたいというのもありですね。味方が攻めるにしても厳しい場所なので援護をしていくと良さげかと思います。次は守りのポイントです。関門が近いのでなるべく矛が見れる場所を取りたいところです。無理に降りると的になりやすいのでサブスペを使ってしっかりと邪魔をしたいですね。最後に塗りポイントです。足場が少ないのでこのポジションは壁を含めて塗っておきたいですね。
足場がないと移動も困難なので、敵の侵入を拒みつつ自陣が攻めやすいように塗りにしていくのが重要です。ガチホコに関しては安易に運んでしまうと回収が非常に厳しい感じでした。なので確実に相手を落としてからカウントを稼ぐ流れでも問題ないように感じます。またカウントが進むにつれてきつくなる印象だったので、裏取りとかそのあたりも気をつける必要が出てきそうです。中央の広場にアサリが密集していますが、高台から見下ろすことができるので、回収の際は攻撃に気をつける必要がありそうです。それではまずシュートポイントからです。ガチアサリは近くまで行かないとシュートはかなり厳しい状況でした。小アサリに関しては黄色の部分からはシュートが可能で、意外と離れたところからポイントを稼ぐことができます。金網の真ん中あたりからも入れることは可能です。守りポイントです。侵入口が2つあり、挟み撃ちをされやすいので、広く防衛を行う必要がありそうです。特に左側からの裏取りが多いので、左側を通さない工夫が必要かと思います。最後に塗りポイントです。アサリを安全に回収するためにも、しっかりと足場と高台を確保していきたいところがあります。この辺りは塗り合戦にもなるので、壁なども塗って、味方が攻めやすい環境を作っていきたいところですね。アサリに関しては、アサリの回収する際に敵に見られていることが多く、キルが取れやすい印象でした。なので、クリアリングと高所の確保など、アサリを獲得する前にしっかり対策をする必要がありそうです。また、シュートがしづらいため、1回でも取られると逆転が厳しいようにも感じました。堅実に動くのも良さそうな気がします。ということで、なめろう金属の調査は以上となります。なめろう金属は上下の動きが激しく、ポジションの奪い合いが多くなりがちな気がします。そのため、ポジション確保からの動きが強く、返すのが大変なので、ある程度は堅実な動きというのが求められそうな気がします。ということで、ご視聴ありがとうございました。チャンネルを応援してくれる方は、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。